こんにちは新州読書会の宮沢です。戦争と平和の続きを解説していきます。えー、メンバーシップ490円以上のコースでフランス革命への解説音声を公開しております、えー。フランス革命について学べば19世紀文化がよくわかりますので、えー、よかったら登録してください、えー。70ページですね、第4部、第3編、10章 ペーチャが見張りのところに戻るとデニーソフが戸口にいた。デニーソフがペーチャを出したことが不安になり、心配し、自分に腹を立てて彼を待ち構えていたのだ。ということです。えー、ドーロホフとペーチャはですね、フランス軍の輸送隊、シャムシェボにいる、フランス軍の輸送隊1500人ぐらいいるところに、えー、偵察に行ったんですね。フランス人将校に変装してドーロホフが、 ああ、潜入しまして、いろいろ情報を聞き出して帰ってきました。で、ペイチャは、ドロホフに感心したんですね。あなたはすごい勇士だって言って。えー、で、まあ無事帰ってこれたんですけど、バレずに。まあデニーソフが心配してたわけですね。まだ16歳ぐらいの少年ですから。まあ帰ってこないかと思ってて。余計なことに首を突っ込んで、ね、儚く命を散らしてもしょうがないと思ってたんですけど。 無事,無事に帰ってきたということで、71ページ、えー。よかった、デニーソフは叫んだ。うん、よかった。彼は感激したペイちゃんの話を聞きながら繰り返した。コンツクショうお前のおかげで寝られなかったぞ。デニーソフは言った。うん、よかった。それじゃあ寝ろ。まだ朝まで一分眠りできる。えー、いや。ペイちゃんは言った。僕はまだ眠くありません。それに僕は自分をよく知ってます。一旦眠ったらもうそれっきりです。おまけに僕は戦闘の前には眠らないのが癖になってるんです。 ペイチャーはしばらくの間、百姓屋の中に座って、自分の偵察移行を細かな点まで楽しく思い出し、明日起こることをありありと心に思い描いていた。そしてデニーソフが眠ったのを見て取って立ち上がり、外へ出た。まあ、経験があれば、戦闘の前に寝るんですけども、もうクトゥーゾフに至っては作戦会議の途中でも寝てるんですけども、まあ、ペイチャーは若いんで、もう興奮しちゃって、で一度眠ったら起きられないんで、もう徹夜をすると。 ということになります、まあ、デニーソフはもちろん寝るんですけども、えー、外はまだ真っ暗だった雨は止んでいたがしずくがまだ木から下立っていた見張り所の近くにコサックたちの仮小屋と何頭か一緒につないだ馬たちの黒い影が見えていた役所屋の影には大型の車が二つ見えその脇にくる馬が立っていたそして谷には燃えつきかけた火が赤く見えていた谷、まあ、ってはシャムシェボの谷フランス軍の輸送隊があるところですね ここに、置き火が、燃え尽きた火が、この燃え尽きた火が、あれなんですよ。<laughs> 一応この、ドレスというテクニックですね。この燃え尽きた火っていうのは、これから10章11章で書かれていく、ペイちゃんの戦いに関係してくる、あの、象徴的な火なんですね。 続きです。コザックと景気兵たちはみんな眠っているわけではなかった。滴り落ちる雫や近くの馬が何かを噛む音に混じって、そこかしこに小さな丸で囁き交わすような声が聞こえていた。兵舎は玄関に出て闇の中であたりを見回し、大型の輸送車のそばに歩み寄った。輸送車の下では誰かがいびきをかえており、周りには蔵をつけたままの馬がスーとオート麦を噛みながら立っていた。 闇の中でペーチャー、ウクライナさんなどにカラバフ、かっこカッカス、カスさんの馬ということ、という名の自分の馬を見分け、そのそばに近づいた。おい、カラバフ、明日はご奉公しようぜ。彼は馬の鼻面の匂いを嗅ぎ、それにキスしながら行った。どうしました、旦那眠れないんですか輸送車の下に座っていたコサックが言った。うん、ところでリハチョフ、リハチョフという名だったがね、君は。実は僕は今、 戻ってきたところなんだ、フランス軍のところまで行ってね。そしてページャは自分が行ったことばかりでなくて、なぜ自分が行ったのか、そしてなぜ偵察もせず出たとこ勝負であるより、自分の命を懸けて調べる方がいいのか考えるといいと考えるのか、その理由まで細かく話した。興奮してるんでね、もう自分の手柄を喋りたくてしょうがないって、<笑><笑>見て見ていくんなんですね。えー、そしたらリハーチョフに、どうです、一眠りなすったらって言われる。 いや、僕は慣れてるんだペイチャは答えた。どうだ、お前たちはピストルの火打ち石がすり減っていないかい。僕は持ってきているんだ、いらないかい。取っておけよ。コサックはもっと近くでよくペイチャを見るために輸送車の下から体を覗かせた。僕は何でも几帳面にやる癖があるもんだから、ペイチャは言った。なんとなくいい加減で用意をせず後になって後悔する人もいるけど、僕はそういうのは嫌だな、嫌いだな。それは確かにそうで、コサックが言った。 それからあのね、お願いがあるんだけど、君、僕のサーベルを研いでくれないか。歯がすり減った。かっこ、しかし、ペイちゃん、嘘がつくの、嘘をつくのが怖かった。一度も研いだことがないんだよ。やってもらえるかいもちろん、やれますよ。リハ長は立ち上がり、荷物の中を探った。そして、ペイちゃんは間もなく、鋼の砥石を擦る、勇ましい音を聞いた。彼は輸送車の上に上がり、その端に座った。コザックは輸送車の下でサーベルを研いでいた。 ということです。えー、ここでもまた火打ち石をね、まあ、なんかよくわからない親切心、インティマシーを感じて、このコサック兵に火打ち石はいらねえかって言って、えー、もう興奮してんですね、ずっとね。で、さらにサーベルを研いでくれとで。刀がすり減っているって言っても、別にすり減ってなかったら、<laughs> 多分刀を抜いて人を切ったことがないんでしょうけども、あとい明日ね、あの、 突撃するときに捕まうかもしれないんで、歯を研いでくれって言って頼んで、そのサーベルを研いでもらう音を聞きながら、えー、夜を明かすんですけど、まあ、ここでもすごいいいシーンなんですね。全部読み上げますけども。道代兵士たちは眠っているかいペイシゃー言った。眠ってる者も,もいりゃ、ほら、こんな風にしてる者も,もいますよ。そう、あの子はどうしたパンセニーですかパン,ンセニーってのはバン、パンサンボスっていうフランス人少年兵の捕虜ですね。 あの子はあそこの特地で寝っ転がってますよ。怖い思いをすると寝られるもんですよ。それは喜んでいました。それから長いこと、ペイちャんいろんな音に耳を澄ませながら黙っていた。闇の中に足音が聞こえ黒い人影が現れた。何を研いでるその男は輸送車のそばに寄りながら訪ねた。あ、この輸送車ってフランス軍から奪った輸送車だっだね、これ。ああ、この旦那のサーベルを研いであげなくちゃならないんとさ。それはいいことだ。その男が言った。ペイちャんの感じではそれは景気兵のようだった。お前らのところに茶碗が残ってないか。 これそこの車のとこにあるよ。ケーキヘは茶碗を取った。どうやらもうすぐ開けるな。その音が悪びをしながら言うとどこか入行ってしまった。ペイチャー、自分が西から1キロほど離れた森の中のデニーソフのパルチ団体にいること。自分がフランス軍からぶんどった輸送車の上に座り、その周りに馬が繋がれていること。自分の足元にはコサックのリハチョフが座って、自分のためにサーベルを研いでくれていること。 右手の大きな黒い斑点の見張り所で、左手の下の方の赤い明るい斑点は燃え尽きかけている焚き火だということ。ほら、焚き火は、シャムシェボのフランス兵の焚き火ですね。これさっきも出てきた焚き火ですね。<laughs> えー、シャ茶番を取りに来た男は水が飲みたかったケーキ系だということを知ってるはずだった。しかし、彼はそんなことは何一つ知らなかった。素ろうともしなかった。 彼は現実に似たもののは何一つもない魔法の国に似たのだ。大きな黒い判定は確かに見張り所かもしれないが、地の奥底に通じてるホラーだかもしれない。赤い判定は火かもしれないが、もしかすると巨大な怪獣の目かもしれない。もしかすると自分は確かに今輸送車の上に座っているのかもしれないが、が輸送車でなくて、恐ろしく高い塔の上に座っていて、 そこから落ちたら地面まで丸一日も丸一月も飛び続け、いつまでも飛び続けていつまでも地面に届かないことも大いにありそうだ。もしかすると輸送車の下にはただの、ただコサックのリハチョフが座ってるだけかもしれないが、それがこの世で一番善良で勇敢で一番素晴らしくて一番優れた誰にも知られてない人間だということも大いにありそうだ。もしかするとあれは確かに景気兵が水を取りに来て窪地へ行ったのかもしれないが、 もしかすると今視野から消えた途端すっかり消え去ってしまいもういなくなったのかもしれない。ペイシャ今何を見たとしても何にも驚からなかっただろう。彼はどんなことでも起こりがねない魔法の国にいたんだ。彼は空を見た。すると空も地上と同じ魔法の空のようだった。空は生えて晴れていくところでまるで星を開いて見せるように雲が素早く走っていた。時には空が晴れ上がって黒い雲一つない空が現れてくるように思えた。 時にはその黒い斑点が雨雲のように思えた。時には空が頭上で高く高く昇っていくように思えた。時には空がすっかり下がって手で届くように思えた。ペイシャは目を閉じ、体を揺らせ始めた。雫が滴っていた。静かな話し声が交わされていた。馬がいななききがみあった。誰かがいびきをかいていた。じッち、じっち。とぎ上げられていくサーベルのが笛のようになっていた。 そして、不意にペイチャー何か知らない厳粛で甘美な参加を奏でている音楽の調和した音を聞いた。ペイちゃんはナターシャと同じぐらい音楽的でニコライより上だったが、一度も音楽の勉強をしたことがなく、音楽について考えたことがなかったので、不意に自分の頭に浮かんだモチーフが彼には特別新しくて魅力的だった。その音楽の響きがますますよく聞こえてくるようになった。旋律は次第に強まって、一つの楽器から別の楽器へと移った。 ペーチャはフーガというものが一体何なのか全く見当もつかなかったのに、いわゆるフーガが出来上がっていた。時にはバイオリンに似た、時にはトランペットに似た。と言っても、バイオリンやトランペットより素晴らしく澄で済んだ一つ一つの楽器のが自分のパートを演奏し、まだ一つのモチーフを演奏してしまわないうちに次のほとんど同じモチーフを奏で始めると、それが第三の、さらに第四のモチーフと溶け合い。全部が一つに溶け合って、 また別々に別れ、それからまた溶け合って、荘厳な境界的な調べになったり、まばゆく輝く勝利の調べになったりした。ああ、そうだ、これは僕が夢の中にいるからだ。前の方をふらついて、ペイチャーは自分に言った。これは僕の耳の中の音楽だ。もしかしたら僕は、これは僕の音楽かもしれない。さあ、もう一度やれ。僕の音楽さってことです。まあ、ペイチャーの思考が繰り広げられるんですけども、 だんだん夢のようになってくると。あの、夜にいることがね、魔法の国にいるみたいな感じになってきて、サーベルの音ト,トグオとがだんだん風ガに聞こえると。教会音楽。教会のなんかパイプオルガンの風ガの奏でに聞こえてきて、まあ、夜更けに陶水すると。いうことです。これ、すごいき美しいシーンだと思いますね。もう、 ちょっとフラグがビンビン立ってますけど <laughs>。こういう状態になっていいのかって問題ありますけど。えー、続きです。彼は目を閉じた。すると、前後左右からまるで遠くから聞こえてくるように様々な音が震え始め、組み合わさりバラバラになり溶け合い、そしてまた全部が一緒になって、さっきと同じ完備で荘厳な傘下になり始めた。ああ、これは素晴らしい。なんていうことだろう。僕の望む限り僕の望み、望み通りだ。ペーチャーは心に行った。 彼はこの様々な楽器をの大合奏を指揮しようとしていた。空、もっと小さく、もっと小さく、止まるんだ、そうそこで。すると音が彼の言う通りになった。さあ、今度は、もっといっぱいに楽しく、もっともっと嬉しそうに。すると、どことも知れない奥底から次第に次第に強く、早朝な音が湧き上がって、湧き上がってきた。空、合唱隊跡について、ページャー命令した。すると、まず遠くから男の声、男性が、 それから女性、女の声が聞こえてきた。声は一定のリズムで早朝に強まりながら次第次第に大きくなっていった。ペイチャーその類まれな美しさに聞き惚れているのが恐ろしかったし楽しかった。早朝だ勝利の行進曲に札が混じり合った。そして雫が滴たりじっちじっとサーベルが笛のようになり、また馬がいがみ合い、稲垣始めたが、それは合,唱を合奏を乱さずその中に入り込んだ。 ペイちャーはそれがどれくらい続いたか分からなかった。彼は倒水し絶えず、自分の倒水に驚き、それを伝える相手がいないことを残念に思っていた。彼はリハチョフの優しい声で目を覚まされた。まあ、ちょっと夢うつつの状態で、自分の作曲者風画、モチーフの風画を聞いてたんですね。できましたよ、翔子殿。フランス兵を真っ二つに叩き切れますよ。ペイちャーは我に帰った。もう夜明けだ。本当に夜明けだ。彼は叫んだ。さっきまで見えなかった馬が尻尾まで見えるようになり、 裸の枝を透かして滲んだような淡い光が見えていた。ペイちゃんは身震いし、さっと立ち上がり、ポケットから1ルーブルの銀貨を取り出して、リハチョフに、私、一振りして刀を試してから、鞘に収めた。小作たちは馬をほどき、馬の腹帯を締めた。ほら、隊長だぞ、リハチョフが言った。見張り所から、デニー祖が出てきて、ペイちゃんを呼び、集合を命じた。ということです。えー、で、続きです。第11章。第4部、第3編、第11章。 薄明かりの中で素早く馬を分け、腹帯を締め、半ごとに分かれて整列した。デニーソフは見張り状の傍らに立っていた。パルチ団体の歩兵のたくさんの足をひたひたと動かしながら道を前進し、夜明け前の霧に包まれた木々の間に素早く姿を消した。一等隊は小作たちに何か命令していた。ペイチャは手綱を持って自分の馬を押さえながら乗馬の命令が今か今か止まっていた。 冷たい水で洗ったので彼の顔は特に目は火のように燃えていた。寒気が背筋を走り、体中で何かが素早く一定のリズムで震えていた。どうだ用意は整ったかデニーソフが言った。馬を出せ。馬が出された。デニーソフは腹帯が緩いと言って、小ざ兵に腹を立て、怒鳴りつけて馬に乗った。ペイジャーはあぶみに足をかけた。馬はそれが癖で彼の足を噛もうとしたが、ペイジャーは自分の体重を感じもせずに素早く に飛び乗り後ろの闇の闇中で動き出したケーキ系った、まあ、ケーキ系っていうのは馬に乗ってるんですよ、これね。で、なんか銃とサーベル持ってるんですね。えー、デニーソフさん、何が任務を与えてくれますかねどうぞお願いです。彼は言った。デニーソフがペイちゃんの存在を忘れたような様子だった。彼はペイちゃんを振り返った。一つだけだ、君に頼むことだ。彼は厳しく言った。俺の言う通りにして、どこにも首を突っ込まんことだ。 移動の間、ずっとデニーソフはもうそれ以上ペーチャに一言も言わず黙って進んでいった。森の縁に近づいたとき、野原はもうかなり明るくなり始めていた。デニーソフが一等隊と何か小声で話した。それとコザックたちはペーチャとデニーソフの脇を通り抜けて進み始めた。コザックたちが全員通り過ぎてしまうと、デニーソフは自分の馬を動かして坂を下り始めた。尻を地面につけて滑りながら、馬は乗り手とともに窪地をへ下っていった。ペーチャはデニーソフと並んで進んでいた。 体中の震えはますます強まっていった。だんだん明るくなって、ただ霧が遠く物を隠しているだけだった。下へに降りると後ろを振り向いて、デニーソが自分のそばに立っていたコサック兵に頷いた。合図だ。彼は言った。コサック兵が手を挙げた。銃声が届いた。この銃声が、道路祖が言った。あー突撃の合図ですね。攻撃の。えー、道路祖の部隊は別に突っ込んでいってるんですね。その、 シャムシェボの輸送隊、フランス軍輸送隊に。ペイちャーは自分の馬を引っ張いて手綱を緩め、自分に向かって怒鳴っているデニーソフの声も聞かずに前に突進した。あの一発の銃声が聞こえた瞬間、不意に、昼のように赤々とすっかり夜を明けたように、ペイちャーには思えた。彼は橋に向かって馬を飛ばした。道の前の方をコサックたちが馬を走らせていた。橋の上でペイちャーは遅れたコサック兵に突き当たり、先に進んだ。橋があるんですね、あれね。 足で、万兵に合言葉を言えって道路保護が言われてましたけども、えー、将校に合言葉塗って聞くなってって、通り抜けていったあの橋ですね。で、ここを突き抜けていくんですね。前の方で誰か人間たちが、それはきっとフランス兵に違いなかった。道の右側から左に側に向かって走っていった。一人がペーチャの足の、馬の足元の泥の中に倒れた。 一軒の百姓屋の近くにコザック兵が群がって何かやっていた。群れの中から恐ろしい叫び声が聞こえた。ペーチャはその群れの方に馬を走らせた。すると最初に彼の目に入ったのは、槍を彼の方に向けてその絵を握り、下顎を震わせているウランス兵の青い白い顔だった。裏はみんなは我が軍、ペーチャは叫ぶと握り立った馬の手綱を緩めて、道の前の方へ突っ走った。前には銃声が聞こえていた。道の両側から走っているコザックと、 コサックケーキ兵ボロをまとったロシアの捕虜たちがみんな大声に点でバラバラに何かわめいていた。帽子をかぶらずに赤い顔をしかめた青いコートの勢いのいいフランス兵が銃剣でケーキ兵たちを迎え撃っていた。ペーチャが馬を飛ばして近づいた時フランス兵はもう倒れていた。また遅れたという思いがペーチャの頭をよぎった。そして彼は銃声がしきりに聞こえてくる方へ馬を走らせた。銃声が響いているのは彼が昨日の夜、 道路方と一緒に来た地主屋敷の庭だった。フランス兵たちはそこの木の枝で編んだ垣根の影の干木が濃く生い茂った庭に潜んで、門の脇に群がっているコサックがけて発砲していた。<laughs> 門の方に走り寄りながら、ペーチャは青白い草のような色の顔をして、兵隊たちに何か叫んでいる道路方を見た。迂回しろ、歩兵隊を待て。ペーチャが走り寄った時、道路方が叫んでいた。待てだと裏、裏ペーチャはそう叫ぶと、一瞬もためらわずに銃声が聞こえ、 荘園が人気が濃くなっている場所へ突っ込んでいった。一斉射撃の音が鳴り響き、弾がうなりを上げて当たらずに飛びすぎたり、何かにぴしゃりと当たったりした。コザックたちは、コザックたちとドロホフは、ペイちゃんの後を追って、屋敷の門に突入した。あの、待ち伏せされてたんで、フランス兵に、茂みの陰から。門から入ろうとしたら、みんな一斉射撃受けちゃったんで、ドロホフがね、歩兵隊までてって言ったんですね。 そしたらですね、ペーチャーが突っ込んで、地主屋敷のもを突っ込んで入っていっちゃったんですね。そしたら、ペーチャーが一斉射撃を受けて、でそれで道路砲2つも後からついていったんですね、えー。フランス兵たちは揺らめく濃い煙の中で、あるものは武器を捨てて、干木の茂みからコサックの方へ走り出てきた。ある者は坂を下って池の方へ逃げていった。ペーチャーは馬に乗ったまま地主屋敷の庭を走っていた。 そして、手綱も握らずに素早く、奇妙に素早く両手を振り回し、だんだんひどく蔵から片側へとずり寄っていった。馬、ま、はあ、朝の光の中でかすかに燃え尽きようとしている焚き火に当たって足を踏ん張った。そして、ペーチャーは湿った上の土の上にずっしりと落ちた。オザックたちはペーチャーの頭が全く動かないのに、手と足が素早く敬礼し出したのを見た。一発の弾丸が彼の頭を撃ち抜いたのだ。 縁にハンカチを結びつけて家の陰から出てきて我々は降伏すると申し出た上官のフランス軍将校と話し合ってから道路夫が馬を降り両手を投げ出してじっと横たわっているペーチャーのそばに寄ったということですペーチャーが突っ込んで真っ先に頭を打たれて死んでしまったんですね馬からずり寄っちゃったで道路夫がペーチャーのそばに寄って <laughs> 一丁上がりだ彼は前を寄せて言うとこちらへ馬を進めてくるデニーソフを迎えに門の方へ行った やられたのかデニソフはペイちゃャの体が彼の見慣れた明らかに生きていない姿勢で横立ってるのを遠くから見て叫んだ。一丁上がりだ。道路炎はまるでこの言葉を口にすると気が済むかのように繰り返した。そして馬を降りたコザックたちに取り囲まれた捕虜たちの方へ足早に行った。これは取らんぞ。彼はデニソフに行った。そういうことです。まあ道路炎は一丁上がりだと。いや、ペ,ペイちゃんャが一丁上がりだって。まあこういう。 悪意のある言い方をするんですけども、残酷っていうか何でしょう。も、ま、う、あ、そう言わなければ、戦場だからしょうがないってことなんでしょうね。で、で、ニーソブに向かっても一丁上がりだって言ったんですね。で、捕虜は取らんぞってことですね。まあ、全部皆殺し。降伏したものをこの場で仕返しに皆殺しにすると。ドロフがもう以前から言ってたように、捕虜なんか取ってんじゃねえって話ですね、もうそういう、棍棒で殴る。フェンシングをやりながら棍棒で殴るって言うてたことなんですね、もうね。 だから全部皆殺しにするっていうことですね。これは取らんぞっていうのは。で続きです。デニーソフは答えなかった。彼はペイチャのそばにより馬から降りると血と泥にのれ、もう血の気のないペイチャの顔を震える手で自分の方に向けた。僕は何か甘いものをやる癖がついちゃってしばら素晴らしい星ぶどうですよ。全部取ってください。その言葉が彼の記憶に浮かんだ。そしてコザックたちは犬が吠えるのに似た音にびっくりして振り向いた。その音と同時にデニーソフは素早く顔を背け。 木の枝を編んだ垣根のそばによって、それに捕まった。あ、デニーソフはおたけびをあげて泣き出しちゃったんですね、これね。まだ子供でね、あの、星ぶどう、星ぶどうを食べる癖がついちゃってって、なんか、引っりのこと言ってた。ペイシんのこと思い出したら、もうさ、まあな、泣き出したってことですね。おたけびをあげたって、おえつしたってことか。 えー、デニーソフとドロホフが奪い返したロシアの捕虜の中に、ロシアの捕虜の中にピエール・ベズホフがいた。ということです。ベズホフがここで、実はこの中で捕虜で歩いてたってことですね。わかります。わかります。これで第11章終わりです。えー、今日はここまでです。えーまあ、ペーチャが亡くなってしまった。もうペーチャが亡くなるっていうフラグがビンビン立ってその通り亡くなっていったんですけども、 まあ、これは思うと、この、あっけなくな、亡くなってしまったんですけど、え亡くなる前に、その、魔法の国にいるような気持ちになって、教会、パイプオルガン、風化を作曲して聴いたっていうシーンがね、このあっけないし、のフラグになってた。えおきびのように見えた火がね、消えそうだっていうのは、ペイちゃんの命の火が消えていくことだったっていう、ネタ振りだったってことが分かって、 来るとなかなか読み応えのあるシーンですね <laughs>。まあ、なんていうか <laughs>、ちょっとあっけなく死んでしまって、これ、気の毒だっていう気がするんですけど。えー、ということでした。えー、今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。